これはデモ音声です。写真拡大、クスッと笑えるだけじゃない。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今、珍名馬が熱い。株式会社 AI によるデモ音声です。1日に南関東の大井でのスモモ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 を皮切りに、7日には東京で俺でいいのか、おにゃんこぽん、福島で俺たち初酔い、アナゴさん、お主何者などが、次々と白星を飾った。これはデモ音声です。今週は、デイリー杯2歳 S に出走するうなぎ登り、オス2歳、立冬、おとなしに注目だ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。馬名由来はそのまま、うなぎ登り。これはデモ音声です。新馬戦は、4番人気ながらも力強い末、足を発揮して V。株式会社 AI によるデモ音声です。エスコートした和田竜は、ハミを取ったり取らなかったりすると言いながらも、逆にそれがいいのかも。株式会社 AI によるデモ音声です。真面目じゃない分、爆発力がありそうと秘める素質を感じ取る。株式会社 AI が提供するデモ音声です。うなぎのような掴みきれないところが破壊力につながっている様子だった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。重賞初挑戦だった前走のサウジアラビア RC では4着と両千葉の強敵相手に好勝負を演じた。株式会社 AI によるデモ音声です。今回に向けて仕上がりも上々で、おとなししも、調子的に悪くないし、スタートさえ出られれば、うなぎ登り、だね。これはデモ音声です。この馬が走っても、びっくりしたなもう、とはならないよ、と、半径の名前を引用しつつ、チャンスを睨んでいた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。デイリースポーツ、山本ゆき。